携帯びちょびちょになりました。おはようございます。今回はおしゃべりと建具の補修をやっていきます。では行ってみましょう。先々週に仕事で初めて金沢に行きました。この写真は徳光というパーキングエリアに浜があってそこで撮りました。この写っている人は僕ではありません。そこにいたエモい釣り人です。太陽、エモい釣り人、遠くのハッシュタグラブ。日本海も綺麗で金沢の人もあったかくてすごいいい街でしたね。今度家族を連れて行こうと思います。太陽エモい釣り人遠くのフッフフフフフ。これは先日施工した補修前の写真です。バールでやられたそうで犯人も誰かすらわからない状況だそうです。補修は綺麗にできて喜んでいただけましたが物騒な世の中になりましたね。皆さんも気をつけてください。では建具の補修を見ていきましょう。建具の下刃の小さな小さなめくれ傷です。まずめくれているビラビラをカットします。前回の初心者リペア講座の応用編です。傷の縁を押さえ込みます。ここでまだ出っ張っているものがあればカットしてください。ハードワックスは少し濃いめのこの色でいきましょう。ハードワックスをヘラに取って下から引っ掛けるように入れると充填しやすいです。撫でて形を作っています。シンナーで傷の周りを拭き取ります。整えるために320番のサンドペーパーで軽く削ります。瞬間接着剤でコーティングして研磨します。ツヤスプレーを振って完成です。完成。ものすごく簡単にすごく綺麗になりました。道具さえあれば動画を見ていただければこれぐらいのことはできるようになりますので自宅の傷が気になる方は是非トライしてみてください。ためになったなぁと思えばチャンネル登録高評価よろしくお願いします。